5年ぶりに総理と面会しました。北朝鮮による拉致被害者の曽我ひとみさんが岸田総理大臣と面会し、拉致被害者の帰国に向け日朝首脳会談の早期実現を求める要望書を手渡しました。一日も早い解決のために全力でこの問題の解決をしていただきたい。岸田総理は首脳会談開催に向けて総理直轄でハイレベル協議を行っていきたいと応じました。